バッコスの神女は古代ギリシアのエウリピデスによるギリシア悲劇の一つ。アジアからテイバイへとやってきたバッコス及びその神女たちとテイバイの創建者カドモス、その娘アガウエー、その息子でテイバイの王であるペンテウス等とのやりとりを描く。コロスはテイバイまでディオニューソスに付き従ってきた神女たち。紀元前407年頃、裁判連に マケドニアで書かれた作品と考えられる。ペンテウステーバイの王。ディオニューソス・カドモスの娘セメレート。ゼウスの愛の子。ペンテウスからはイとこにあたる。カドモステーバイの子祖、ペンテウスの祖父で、アガウェイの父にあたる。テイレシアーステーバイの預言者。アガウェイ・ペンテウスの母。ディオニューソスにより狂気の状態にある。ディオニューソスは、テイバイの王家。カドモスの娘セメレート。 ゼウスの間に生まれた子供である。ゼウスの妻、ヘーラーの関係により、セメレーはディオニューソスを産み落とす前に、記号の死を遂げ、ディオニューソスはゼウスによって保護され、この世に生まれいでた。セメレーの死後、その姉妹たちは、セメレーがゼウスに愛されたと嘘をついたため、罰を受けて死んだのだと、小わに主張した。そのことに起こったディオニューソスは、自ら新女たちを率いて、 テイバイに現れ、さらに街中の女たちを狂気に陥らせて、文明的な生活から切り離し、北イローン山中にて生活させていた。アガウェイの息子、テイバイをペンテウスは、ディオニューソスの詐欺をみだらでいかがわしいものと決めつけて、それを行わず、さらに、ディオニューソスの怒りを買った。ペンテウスの祖父であるカドモスと、テイバイの預言者テイレシアースはそれをいさめるが、ペンテウスは聞く耳を持たない。 ディオニューソスは、神女を率いる人間の指導者として、姿を現し、ペンテウスに捕獲される。問答を続けるうち、ペンテウスは山でみだらな行為にふけっているであろう。女たちの様子を見に行きたいという衝動を、抑えきれなくなり、ディオニューソスに言われるがまま、神女の格好をし、キタイローンさんへと導かれる。高い木の上から女たちを覗き見ているところで、ディオニューソスが、 女たちに覗き見している者がいることを告げる。アガウェイをはじめとする女たちはディオニューソスに与えられた狂気のままにペンテウスを獣だと思い込んだまま素手でヤつ咲きにして殺害する。死者がその様子をカドモスに語り直後にアガウェイは自らが刈り取った獲物であるペンテウスの首を手に生きようようと定売の町に戻る。アガウェイは自らの力で死子を買ったとして 息子にも見せようとペンテウスを呼ぶ。しかし、そこでカドモスと話すうちにディオニューソスによる狂気が解け、自分が殺したのが息子であることを自覚し、悲嘆に暮れる。最後にアガウエイと姉妹たちは町から追放されることとなり、ディオニューソスはカドモスと妻のハルモニアーが蛇に姿を変えられるだろうと宣告する。ありがとうございます。